ショーシャンクの空に、は、1994年に公開されたアメリカ映画。刑務所内の人間関係を通して、冤罪によって投獄された、有能な銀行員が、腐敗した、刑務所の中でも希望を捨てず、生き抜いていく、ヒューマンドラマ。原作は、スティーブン・キングの中編小説、刑務所のリタ・ヘイワース。監督、脚本は、フランク・ダラボンが務め、彼の初監督作品でもある。 主人公の銀行員、アンドリュー・デュフレインを、ティム・ロビンス、囚人仲間の調達や、エリス・レディングを、モーガン・フリーマン、悪徳な刑務所長、サミュエル・ノートンを、ボブ・ガントンが演じ、他に、ウィリアム・サドラー、クランシー・ブラウン、ギルベローズ、ジェームズ・ホイット・モアラが脇役として出演している。ダラボンが、キングから映画家を購入したのは1987年で、あったが、着手したのは、 その約5年後であり、脚本を書くのに8週間かかったという。キャッスルロックエンターテインメント社に脚本を提出した2週間後、ダラボンは2500万ドルの予算を確保して1993年1月に本作の制作を開始した。映画の舞台はメイン州だが、撮影のほとんどはオハイオ州のマンスフィールドで行われ、同地のオハイオ州立少年院跡が、 ショーシャンク刑務所となった。当初アンディ役にはトム・ハンクスやトム・クルーズ、ケビン・コスナーなど当時のスター俳優が検討された。音楽はトーマス・ニューマンが担当した。公開当時はストーリーやロビンスとフリーマンの演技を中心に批評家たちから高い評価を受けたものの、 工業収入は1600万ドルに止まるなど、工業的には失敗した。当時は、パルプフィクションや、ホレストガンプといった強力な競合作が存在した、こと、女性の登場人物が少ない、タイトルが観客にわかりにくいなど多くの理由が、不審の理由として挙げられた。しかし、その後、アカデミー賞で7部門にノミネートされ、 劇場再公開や海外収益で最終的な興行収入は5830万ドルに達した。さらに全米で32万本以上のレンタルビデオが出荷され、ショーへのノミネートや口コミにより、1995年に最もレンタルされた映画作品となった。ターナーブロードキャスティングシステムが制作スタジオのキャッスルロックを買収したことで放送権を獲得し、 1997年からターナーネットワークテレビジョンで定期的に放映されるようになり、その人気はさらに高まった。現在では多くの人から映画史に残る傑作の一つとして認識されている。公開から数十年経った今でも定期的に放送されており、視聴者や著名人がインスピレーションを受けた作品や様々なアンケートにおいて好きな作品として、 挙げられているなど、いくつかの国で人気を博している。2015年には、アメリカ議会図書館によって、アメリカ国立フィルム登録簿に、文化的、歴史的、芸術的に重要な映画として保存されることが、決定した。1947年、メイン州、ポートランド。若くして、銀行副頭取りを務める優秀な銀行員、アンドリュー・デュフレーンは、 妻とその愛人を射殺した罪に問われる。無実を訴えるも、終身刑の判決が下り、劣悪なショーシャンク刑務所への服役が決まる。ショーシャンクでは、長年服役する、調達屋こと、エリスボイド・レディングが、もう何度目かとなる仮釈放の審査を受け、更生したことを訴えるが、やはり却下される。レッドが落胆し部屋を出ると、アンディを含む、 新しい受刑者たちが護送されてくる。アンディラ新入りたちは、ノートン所長とハドリー主任刑務官から脅しを含めた、ショーシャンク刑務所の紹介をされ、その晩に取り乱した一人の新人受刑者が、ハドリーから過剰暴力を受けて死んでしまう。孤立していたアンディはやがてレッドに声をかけ、鉱物採集の趣味のため小さなロックハンマーを注文する。 それをきっかけにアンディは、レッドと交友を重ね始める。他方、アンディは、荒くれ者の,のボグズとその一味に、性行為を強要され、抵抗のため常に生傷が絶えない生活が続いた。1949年、アンディは、屋根の修理作業中、ハドリーの遺産相続問題を知り、財務経理の知識を駆使し、作業仲間たちへのビールと引き換えに解決策を提案する。 ビールを手に入れ仲間たちから尊敬される一方で、ハドリーら刑務官からも一目置かれるようになる。その後、ボグズラがアンディを襲って、全治1ヶ月の重傷を負わせるも、彼はハドリーに半殺しにされ、以後、アンディを襲う者はいなくなる。アンディが治療を終え自分の房に戻ってくると、レッドに注文していたリタヘイワースの大判ポスターが、退院祝いとして置かれていた。やがて、 アンディは図書係に配置外となり、もう50年も服役している、老衆人、ブルックスの助手となる。だが、その本当の目的は、所長や刑務官たちの税務処理や資産運用をアンディに行わせるためだった。アンディは、有能な銀行家としての手腕を発揮する一方で、名ばかりだった図書係としても、精力的に活動を始め、衆議会に、 図書館予算の請求を毎週送るようになる。1954年、ブルックスに仮釈放の許可が下りるが、50年、服役した老人は、平の外の生活への恐れから取り乱す。アンディラに説得され、仮釈放を受け入れるが、結局、外の生活に馴染むことはできず、最後は首を吊って死んでしまう。死の間際に送られた、感謝の手紙を読んでアンディとレッドは苛まれる。 一方、手紙に根負けした、州議会は、わずかばかりの寄付金と古書を、ーシャンク刑務所に送ってくる。アンディは送られてきた荷物の中に、フィガロの結婚のレコードを見つけ、それを勝手に、書内放送で流したことで、懲罰棒送りとなる。その後、仲間たちからレコードを流した理由を尋ねられ、アンディは、音楽と希望は誰にも奪えないものだと説明するが、レッドは、そんなものは、 兵の中じゃ危険だと反論する。1963年、アンディが衆議会にさらに手紙を送り続けた結果、年度ごとの予算まで獲得し、倉庫同然だった、図書館は囚人たちの娯楽と教養を得る場となっていた。その頃所長は、囚人たちの社会構成を図るという名目で、彼らを労働力として野外作業をさせ始め、裏では、 そのピンハネや土建業者たちからの賄賂を受け取り始める。そして、アンディは、ランドオール・スティーブンスという架空の人物を作り出し、その多額の不正蓄財を見事に隠蔽していた。1965年、新たに入所したコソドロの青年トミーは、すぐに、レッドの仲間たちと打ち解け、アンディも彼を気に入る。構成を望むトミーにアンディは、 文字の読み書きから勉強を教え始め、やがて高校卒業資格を申請するにまで至る。トミーはアンディの過去を知ると、そのまま犯人に心当たりがあることを話す。アンディは所長に再審請求したいと頼み込むが、優秀な経理担当者であると同時に不正蓄財を知っている彼を自由にさせる気のない所長は、アンディを懲罰棒に入れ考えを改めるよう迫る。 一ヶ月経っても折れないアンディにゴを煮やした所長は、冤罪証明の鍵を握るトミーを脱走を、くわだてたとして射殺してしまう。トミーの死から一ヶ月後、アンディは再び不正経理を行うことを条件に、懲罰棒から出される。しかし、アンディの様子はどこかおかしく、メキシコのジワタネ穂の話をしたり、レッドに容量を得ない伝言を残す。レッドら仲間たちはアンディが自殺を考えていると疑い、 嵐の晩に心配が募る。翌朝の天候の際、アンディが房から消えていることが発覚する。所長やハドリーもアンディの房に向かい、リタヘイワースからマリリンモンローへ、そしてラクエル・ウェルチへと代替わりしていたポスターの裏の壁に大穴が開いていることを見つけ出す。アンディは約20年間ロックハンマーで壁を掘り続け、ついに1966年脱獄したのだった。 アンディはその足で銀行に向かい、スティーブンスになりすまして、所長の不正蓄財を引き出すと同時に告発状を新聞社へ送り、難なくメキシコへ逃亡する。そして、アンディの告発状によってハドリーは逮捕され、所長は拳銃自殺する。まもなく、レッドは服役40年目にしてようやく仮釈放されるが、ブルックスと同様に外の生活に順応できない。 ブルックスと同じ悲劇への道をたどりかけるが、レッドは、アンディの伝言を信じて、メキシコの地タネホへ向かう。そして、美しく青い海の浜で悠々自適の生活を送る、アンディと再会し、喜びの抱擁を交わしたのだった。ティム・ロビンスとモーガン・フリーマン上記以外に、アンディの裁判の検察官として、ジェフリー・デマン、刑務官役として、ネット・ベラミーとドン・マクマナス。 アンディの事件の真犯人の可能性があるエルモ・ブラッチ。役としてビール・ボレンダー。アンディの妻を、レニー・ブレイン。その彼女の不倫相手である、ゴルフインストラクターを、グレン・クエンティン、ハドリーに殴り殺された、新米受刑者の一人、ファット・アスを、フランク・メドラノが演じている。また、ジェームズ・キシッキとクレア・スレンマーは、それぞれメインナショナル銀行の支店長と窓口係を、演じている。本作は、 キリスト教神秘主義に基づいていると解釈されている。アンディは救世主としてキリストのような人物として描写されており、レッドは序盤において彼を自分たちを包み込み、ショーシャンクから守ってくれるようなオーラを持つと表現している。アンディと何人かの囚人たちが刑務所の屋根を修理する場面は、 アンディが12人の弟子のためにワインを手に入れるという最後の晩餐を模したものと見ることができ、フリーマンが彼らに説明するように、主がイエスを使わせたと表現される。監督のダラボンは、これは意図した演出ではなく、観客たちが自分なりの意味を見出してほしいと答えている。フィガロの結婚のレコードを見つけたことは、台本の中で聖杯を見つけたようなものだと表現されており、 囚人たちが手を止め、病人たちをベッドから立ち上がらせている。映画の前半において、ノートン所長がアンディに自己紹介する際、我は世の光だとイエスの言葉を引用して自分がアンディの救世主であることを暗示するが、これは光をもたらすものであるルシファーを示唆しているとも見れる。実際にノートンは一般的なルールである法律に則るのではなく、 自分が考えたルールや罰則を執行し、サタンのように自分自身を放としている。また、ノートンはリチャード・ニクソン元大統領とも比較される。彼の外見や公の場での演説は、ニクソンのそれを反映していると見られる。同様に、ノートンが聖職者のイメージを打ち出し、従順な大衆に対して、成人のように語りかけながら、裏では不正な詐欺行為を働いていたのも、 ニクソンのそれである。アンディ・トレットの再会は、米領、バージン諸島のセントクロイ島にある、サンディ・ポイント国立野生生物保護区で撮影された。地渡タネホワ天国あるいは、楽園のようなものとして扱われる。劇中でアンディはここを、記憶のない場所と表現し、平穏を意味する太平洋において、罪は、忘却や洗い流されることで、許しを得ることができると語っている。 地わ根穂に逃げる可能性はアンディが妻の死に責任を感じたことを認めた後に初めて提示される。同様にレッドの自由は彼が自分自身を救うことも自分の罪を贖うこともできないことを受け入れた時に初めてもたらされる。フリーマンはレッドの物語について自ら食材を見つけたアンディとは異なり彼は無実ではないため これは救済の物語であると表現している。地渡根法天国と解釈するキリスト教徒の観客もいるが善悪といった伝統的な概念によらないニーチェ的な虚無と解釈することもでき、手に入れる過去の喪失は罪の許しではなく破壊であり、アンディの目的は世俗的かつ無神論的なものであることを意味する。アンディをキリストのような人物と 解釈するのと同じように教育と自由の経験によって脱出するのはサラトゥストラのような預言者と見ることもできる。映画評論家のロジャー・イーバートは本作を絶望的な状況に置かれた時に自尊心を維持するための偶話であると指摘した。アンディの誠実さはそれにかけた刑務所内と対比されるストーリーラインの重要なテーマである。ロビームス自身は タネホというコンセプトが観客の心に響くのは人間関係や仕事、環境など各々が長年過ごしてきた様々な牢獄から生き残った後に達成できる逃避業の形を表しているからだと指摘している。また、このような場所が存在することが重要だとも述べている。アイザック・ M ・モーハウスはこの映画が登場人物たちの人生観の違いによって 刑務所の中でも自由に振る舞えるものや、自由であっても投獄されたりすることをよく表していると指摘している。哲学者のジャンポール・サルトルは、自由とは注意と立ち直る力を要する継続的なプロジェクトであり、それがなければ他人や制度によって規定されてしまうと述べている。これは受刑者が自分の人生を規定するために、刑務所に依存するようになる、というレッドの思想に現れている。 アンディは、書内放送で音楽を流したり、資金洗浄を続けることを、拒絶や反抗することで回復力を発揮する。劇中の多くの要素は、映画が持つ力への賛辞と見ることができる。例えば受刑者たちが、映画、ギルダを見るシーンがあるが、この場面はもともと、失われた、週末の予定であった。作品が入れ替わったということは、このシーンの鍵は上映されている。 作品自体ではなく映画の体験の方であり、男たちは現実から逃避することができるということを示唆している。このシーンの直後、アンディは映写室でボグズ一派に襲われ、フィルムリールを使って彼らを撃退する。そして映画の終わりにてアンディは映画のポスターで隠された壁の穴を通り抜け、独房、そしてショーシャンク刑務所からの脱出を果たす。アンディとレッドの関係は、 他の映画ではあまり見られない男同士のノンセクシャルな物語だと評されており、例えば窃盗を働いたり、カーチェイスをしたり、あるいは異性関係を踏まえて友情が築かれたりはしない。哲学者のアレクサンダー・フックは、アンディとレッドの真の自由は、喜びやユーモアを共有できる友情だと指摘した。ダラボン監督ダラボンとスティーブン・キングの関係は、312号室の 女の短編映画家の権利を1ドルで購入して1983年に制作したことから始まる。これは新人監督が履歴書を作成できるように、キングが自身の短編小説の映画化権を1ドルで与えるものであった。1987年にエルム街の悪夢三三劇の館で職業脚本家として認められた後、ダラボンはキングに掛け合い、 5000ドルで1982年に出版されたキングの作品集、恐怖の四季に収録されている96ページの小説、刑務所のリタ・ヘイワースの映画化権を購入した。恐怖の四季は、キングの代名詞である、ホラー小説以外のジャンルを開拓するものであった。キングは、囚人仲間のアンディに思いを馳せるレッドに焦点を当てた作品が、どのような長編映画になるのか解目検討も、 つかなかったが、ダラボンは、自命なことと考えていた。キングはダラボンからの五千ドルの小切手を換金せず、後には額に入れて、次のようなメモを添えて、ダラボンに返した。もし保釈金が必要になった時のために、愛を込めて、スティーブン。その五年後にダラボンは八週間かけて、脚本を書き上げた。彼は、原作の要素を膨らませた。原作では、 老人ホームで死んでしまう脇役のブルックスは、最終的に首を吊る悲劇の人物になった。アンディの容疑を晴らせるにもかかわらず、所長との取引に応じてより良い刑務所へ移送された。トミーは、原作における複数の所長を主要な敵役として一人に、統合した、ノートン所長の命令で射殺される形に本案された。ダラボンは、インスピレーションの源として、スミストへ行くや、 素晴らしきかな、人生。などのフランク・キャプラ監督作品を挙げ、本作は刑務所映画というより、それらと同じほら話だと述べている。また、グッド・フェローズを参考にして、時間の経過をセリフで表現したり、ジョン・フランケンハイマー監督の刑務所映画、終身犯を参考にしたという。ロケ地を探していたダラボンは、同じく刑務所を舞台にした、ウォール・オブ・アッティカ。 史上最大の刑務所暴動のロケ地を探していたフランケンハイマーと偶然であった。ダラボンは彼が撮影の合間を縫って自分を励まし助言してくれたと解雇している。当時、刑務所が舞台の映画で高い工業成績は望めないと考えられていたが、脚本を読んだ当時のキャッスルロックエンターテインメントのプロデューサー、リズ・グロッチャーは興味を持ち、キャッスルロックが ショーシャンクの空にの制作をしなければ辞職するとまで会社を脅した。キャッスルロックの共同設立者兼監督であるロブライナーも脚本を機に入り240万ドルから300万ドルを提示して自分が監督になろうとした。1982年のキングの短編小説スタンドバイミーを1986年に映画化していた経験を持つライナーはアンディアクに トム・クルーズ、レッド役に、ハリソン・フォードを起用する計画を立てていた。キャッスル・ロックは、ダラボンが構想を立てていた、他の映画の資金調達をも申し出た。ロサンゼルスの貧しい出自であったダラボンは、このオファーを真剣に検討し、業界での自分の地位を高めることができると考えた。また、契約上は、キャッスル・ロックを辞めて、ライナーに映画を引き渡す、可能性もあったが、 あとに2014年のバラエティシでのインタビューにおいて、お金と引き換えに夢を先送りにし続けて、自分がやりたいことを一度もやらずに死ぬことはできないと述べ、監督を続けることを選んだという。ライナーは、代わりにこのプロジェクトにおける、ダラボンのメンターを務めた。キャッスルロックに脚本を見せてから2週間で、ダラボンは、自分の映画を撮るための2500万ドルの予算を獲得し、 1993年1月にプリプロダクションが開始された。クランシー、ブラウン・モーガン・フリーマンの起用は、レッドと呼ばれるアイルランド系白人の設定を無視したリズム・ロッツァーの提案によるものであった。劇中ではアンディからなぜレッドと呼ばれるのかと尋ねられたレッドがアイルランド人だからかもなと答えて、このエピソードを示唆するシーンがある。フリーマンは、 自分の役柄について事前に調べないことを決め、この理由について述べている。習慣された人物を演じるのに、監獄についての特別な知識は必要ない。なぜなら男は変わらないからだ。ひとたびそのような状況に置かれれば、自分がなすべきことに従うだけさ。ダラボンは別の刑務所、ドラマ、ブルベーカーでの脇役から、フリーマンのことを知っていた。また、ロビンスは、 ザ・エレクトリック・カンパニーの子供向けテレビ番組で彼を見て育ったために役者として共演できることに興奮していた。ダラボンは当初自分が気に入っているジーン・ハックマンやロバート・ディバルなどの何人かの俳優をアンディ・デュ・フレーン役にキャスティングしようとしていたが彼らは出演できなかった。他にクリント・イー・ストウッドやポール・ニューマンも候補に上がっていた。トム・クルーズ、トム・ハンクス、 ケビン・コスナーにもオファーがあったが、ハンクスは、ホレスト・ガンプ、コスナーは、ウォーターワールドの主演が決まっており、出演は見送られ、またクルーズは、脚本の読み合わせに参加したが、経験の浅いダラボンの下で働くことを危惧し、辞退した。さらにジョニー・デップ、ニコラス・ケージ、チャーリー・シーンも様々な段階で候補に上がっていた。ダラボンは、1990年に公開された。 サイコホラー、ジェイコブスラダーでのティム・ロビンスの演技を見て、彼の起用を決めたという。ロビンスの出演が決まると、彼は、未来は、今で一緒に仕事をした、経験のある撮影監督、ロジャー・ディーキンスを使うようにダラボンに要求した。ロビンスは、役づくりのために、動物園で檻の中の動物を観察したり、午後は、独房で過ごして、囚人や監視と会話し、 手足を数時間拘束される経験もした。当初、若い囚人のトミー役は、ブラッド・ピットであったが、テルマ・アンドル・イーズでの成功により降板し、ジェームズ・ガンドル・フィーにもまた強姦魔、ボグス役を降板した。ボブ・ガントンが、ノートン所長役のオーディションを受けに来たのは、彼がまだ、デモリションマンの撮影中の時であった。ダラボンとプロデューサーのニキマービンは、 ガントンがこの役にふさわしいことをスタジオに納得させるためにデモリションマンの撮影が終わった日にガントンにスクリーンテストを受けさせた。デモリションマンでの役作りのため髪を剃っていたガントンのためにカツラが用意された。ガントンは物語の進行に合わせてノートンの意を表現するために髪を灰色にすることを考えていた。彼はロビンスと一緒にスクリーンテストを行い、 それをディーキンズが撮影した。出演が決定してから映画の序盤部分においては髪の毛が生え変わるまでカツラを使用していた。また、ダントンによれば彼とロビンスの身長が同じであるがゆえにアンディが監視のスーツを着用するプロットを設けたことをマービンとダラボンが語っていたという。バイロン・ハドリー監視長を演じたクランシー・ブラウンは制作サイドから役作りの一環として 元監視から話を聞く機会を与えられたが、もし自分の残忍なキャラクターが、オハイオ州の強制官からインスピレーションを受けたものだったということになれば良い話ではないと考え、断ったという。ヘイウッドを演じたウィリアム・サドラーは、1989年にダラボンが脚本を担当していたテレビシリーズハリウッド・ナイト・メアの撮影現場において、彼が予定していた。 映画化作品への出演を打診されたと語っている。フリーマンの息子であるアルフォンソは、レッドの若い頃を映した顔写真や、アンディが、ショーシャンクに到着した時に、フレッシュ、フィッシュと叫ぶ、囚人役で、亀を出演している。映画に出演したエキストラの中には、少年院の元所長や元受刑者、近隣の週刊施設の現役看守などがいた。また、 原作の現代から勘違いし、リタヘイワースという存在しない役のオーディションを受けようとした者も,も現れ、その中には女装した男性すらいた。架空の刑務所、ショーシャンクの舞台となった、オハイオ州立少年院。2500万ドルの予算で、1993年6月から8月までの3ヶ月間で主要な撮影は行われた。撮影は、週6日。 最大18時間労働が状態化していた。フリーマンは、ほとんどの場合、キャストと監督の間に緊張感があった。監督との間で嫌なことがあったのを覚えているよ。何度かあったんだと、現場が張り詰めていたことを語っている。また彼は、ダラボンが何度もリテイクを重ねることを要求したことについても言及し、その各テイクに明確な違いなどなかったと自分は考えていたという。 例えば、アンディがレッドにロックハンマーの調達を依頼するシーンでは、撮影に9時間を要し、フリーマンは他の囚人役と一緒にキャッチボールばかりする羽目になった。何テイクも撮影したがために、翌日の撮影ではフリーマンは腕にスリングを巻いて挑むことになった。彼は時には追加の撮影を断ることすらあった。ロビンスもまた長時間の撮影がきつかったと語っている。 ダラボンは監督は俳優が何を必要としているかを図るために自分の中にバロメーターを持つ必要があるとこの映画制作において多くのことを学んだと述べている。ダラボンはディーキンズとの間で頻繁に最も議論を交わしたと言う。ダラボンは良い景色のショットを好んだがディーキンズは刑務所の閉鎖的な感じを出すためにあえて外部を見せないようにし、そしてそれは 広い景色のショットが使われた時により大きな効果を出すことを意図していた。マービンは5ヶ月かけてアメリカとカナダの刑務所のロケ班を行い時代を超越した美的感覚を備え完全に放棄されている場所を探した。これは現在も稼働中の刑務所で行うとすれば毎日何時間も必要な撮影をしなければならない複雑な作業と それに伴うセキュリティ上の問題を避けるためであった。マービンは最終的にメイン州にある架空の消費者育州立刑務所としてオハイオ州マンスフィールドにあるオハイオ州立少年院を選んだ。ゴシック様式の石とレンガでできた建物が特徴的だった。この場所は撮影の3年前の1990年に非人道的な生活環境を理由に閉鎖された施設であった。 15エーカーほどの少年院には、自家発電所や、農場もあったが、撮影後には、管理棟と2つの独房棟を残して取り壊された。入所者用の部屋や、所長室など、刑務所の専門施設の内部撮影のいくつかは、この少年院で行われた。仮釈放を受けたブルックスと、レッドが使っていた下宿屋の内部も管理棟で、撮影されたが、その外観は別の場所での撮影だった。 刑務所の独房内のシーンは近くのウェスティングハウスエレクトリック社のシャッター工場内に作られたサウンドステージで撮影された。ダラボンは独房胸の構造を檻が向かい合わせの状態にしたかったために独房のシーンのほとんどはこの専用セットで撮影されることとなった。ただしトミーの階層で真犯人のエルモ・ブラッチが罪を認めるシーンは実際の刑務所の より狭い独房で撮影がなされた。また、マンスフィールドや隣のオハイオ州、アッシュランドでも撮影が行われた。アンディがレッドへの手紙を埋める歌詞の木は、オハイオ州、ルーカスのマラバーファーム州立公園の近くにあった。これは2016年に、強風で折れてしまった。オハイオ州マンスフィールドにある、ビスマンビルディングは、ブルックスや後のレッドが出所後に住む。 社会復帰訓練所として使われた。オハイオ州の少年院がメイン州の架空の刑務所の代わりになったようにアンディとレッドが再会を果たしたメキシコのジワタネホの浜辺のシーンも実際にはカリブ海にある米領バージン諸島のセントクロイジまで撮影されたものであった。ジワタネホのビーチはオサガメの保護を目的としたサンディポイント国立野生生物保護区に指定されている。 アパーサンダースキーでは、レッドと仲間の受刑者が、フィガロの結婚を聞く、刑務所の木工所のシーンや、ワイアンドット軍裁判所で行われた冒頭の裁判所のシーンが撮影された。その他の撮影場所としては、妻の浮気現場近くの森の中で、アンディが待っていたところは、マラバーファーム州立公園内のピューキャビンであり、オハイオ州のバトラーが、メイン州のバクストンの代わりとなり、 マンスフィールドのビスマンビルディングはブルックスが釈放後に滞在した社会復帰訓練所となった。アンディが刑務所から脱出するシーンにおいて彼が下水管に侵入する際、当初ダラボンは小型のロックハンマーを用いることを想定していたが現実的ではないと判断し拳台の石に変更された。劇中ではクソの皮と表現される 下水管を通って脱出を果たす印象的なシーンが描かれるが、これは実際には水とチョコレートシロップとおがくずが混ざったものであった。その後、アンディが到着する小川は、制作のテレンスマーシュによれば、科学者によって有毒だと判断されていた。このため、制作チームは川をせき止め、水深を深くし、部分的に塩素消毒も行った。 このシーンについてロビンスは映画をやっている時は良き兵士になりたいと思うものだ迷惑な存在にはなりたくない。だから俳優として体の健康や安全を損なうようなことをやってしまうと語っている。この脱出シーンは本来はアンディが野原を抜けて列車に乗り込むというもっと長くてドラマチックなものが予定されていたが撮影が一晩しかできなかったために 彼が水の中で勝利の喜びに浸るシーンに短縮された。ディーキンズは今まで自分が関わった作品の中でこのシーンを最も嫌いなものに挙げており、光を当てすぎたと述べている。この彼の自己評価についてダラボンは同意せず、限られた撮影スケジュールの中でディーキンズは時間をかけて正確に撮影したこと、そして何を どのように撮影するかを正確に決めなければならなかったと述べている。また、ダラボンは2019年のインタビューで、独房の壁の穴から出てくるロビンスの顔をクローズアップして撮影できなかったことを後悔していると述べている。アンディが反抗的に初内放送で音楽を流すシーンにおいて、彼が音楽を止めるどころか大きくしたのはロビンスのアイデアである。 劇中では囚人たちが、リタ・ヘイワースが出演する、ギルダを見るが、本来は、アルコールの危険性を啓発するビリー・ワイルダーの、失われた、週末のはずであった。これは、パラマウント映画から映像を調達するにはコストが、かかりすぎるため、プロデューサーのニキ・マービンが、ショーシャンクの空に、の国内配給権を持つコロンビア映画に働きかけ、受け取った、低価格の作品リストに、 ギルダがあったためであった。撮影は主に刑務所内とその周辺で行われたため、劇中の様々な時代を通して描かれるシーンは、ほぼ時系列に沿って撮影されている。これは俳優たちの実生活での人間関係と、劇中の人間関係の進展に関連し、演技の助けとなった。ダラボンは、アンディが、レッドに、メキシコへ行く夢を語るシーンは、 最後に撮影されたシーンの一つであり、映画制作を振り返る上でも、最も重要なシーンであったとコメントしている。また、わずか数テイクでこのシーンを完成させたロビンスと、フリーマンにも賞賛を送った。劇場公開された映画の完成版は142分で、撮影中に、エイズで亡くなった、ダラボンの元、エージェント、アレン・グリーンに捧げられた。 最初の編集版は2時間半近くもあって、クロッツァーが長いと判断し、レッドが投獄されてから刑務所に馴染むまでの長いシークエンスなど、いくつかのシーンがカットされた。このレッドのシーンに関してダラボンは、試写会では観客たちが、レッドが成功しないことを確信していたために、じれていたようだったと述べている。他に、時間の問題でカットされたシーンには、 アンディの脱獄したトンネルを調査する刑務官の姿を映したものがあり、これはテンポが悪くなると考えられてカットされた。また、当初はアンディの犯行の様子を描いたコールドオープンで始まり、オープニングクジレット全体で彼の裁判の様子を描くというものであったが、よりパンチの効いたオープニングにするために、これらのシーンは編集された。ダラボンが自己最高傑作と評した。 脚本上のある場面は撮影スケジュールの関係で撮られることがなかった。そのシーンは夢を見ていたレッドがリタヘイワースのポスターに吸い込まれ太平洋の海岸で孤独で撮るに足らない自分を発見して恐ろしい帰る方法がないというものであった。ダラボンはこのシーンを撮影できなかったことを後悔しているという。ダラボンのエンディングの当初の構想はレッドがバスに乗って メキシコ国境に向かう姿までで、その後の運命については曖昧なままであった。クロッツァーは、レッドとアンディが地渡たねで再会するシーンを入れることに、こだわった。彼女によれば、ダラボンは、商業的で、感傷的なエンディングと感じていたが、彼女自身は二人の再会を観客に見せたかったという。キャッスル・ロックはこのシーンを入れなくても、撮影資金は出すことに同意し、 最終的な決定権はダラボンに任せた。このシーンは当初アンディとレッドが初対面の時のセリフを復唱する長い再会の場面もあったが、ダラボンは、なんてこった、俺たち、可愛くないと言ってカットした。浜辺での再会は、試写会の観客たちが気に入ったシーンだった。フリーマンとロビンスも、このシーンが必要な終わりをもたらすものだと感じていた。 ダラボンは試写会の観客の反応を見た後、私は思う。登場人物たちが長い冒険談の末にたどり着く、不思議かつ、高揚感を覚える場所だった、と言い,い、このシーンを入れることを決めた。本作はトーマス・ニューマンが音楽を担当した。ニューマンは、本作は音楽がなくともすでに強い感情を引き出せているため、 シーンを邪魔せずに、それを高めるような音楽を作曲することは難しいと感じていた。アンディが、ショーシャンクから脱出する際に流れる、ショーシャンクリデンプションは、もともと3音のモチーフであったが、ダラボーンが勝利感が強いとして、単音のモチーフにトーンダウンするように要求したという。レッドが出所してからアンディが歌詞の木に残した手がかりを発見するまでに流れる、 ソワズレッドは、ニューマンのお気に入りの曲の一つである。この曲は当初は、オーボイのソロで書かれていたが、しぶしぶハーモニカを加えることにした。ダラボンによれば、ハーモニカ奏者のトミー・モーガンは、最初のテークで何気なく完璧なものを吹いてくれたとし、それが完成した映画の中で使用されている。ニューマンの音楽は、その後、何年にもわたって、映画の予告編に使われるほどの成功を収めた。 公開前に一般向けの試写会が行われた。その結果は最高の出来と評され、クロッツァーも今まで見た中で最高の出来だったと語っている。スタジオは、シャイニングや空女といったパルプフィクション作品で知られる作家の映画を拒絶するかもしれない、より権威ある観客を引きつけたいため、スティーブン・キングの名前を広告からほとんど省くことにした。本作は、 月上旬にマンスフィールドのルネッサンスシアターとトロント国際映画祭でプレミア上映された後、1994年9月23日に北米で限定公開された。第1週末の興行成績は33巻で72万7千ドル、1巻あたりの平均興行収入は2万2千4 0ドルであった。公開初日の夜に観客が映画を見てくれているか 様々な映画館を訪れるハリウッドの監修があり、ダラボンとクロッツァーも、また、シネラマドームに行ったが、誰もいなかった。クロッツァーによれば、二人は、実際に、劇場の外で、ペア客に2枚のチケットを売り、もし映画が気に入らなければ、キャッスルロックに返金を求めることができると、約束したという。批評家たちはこの映画を高く評価していたが、クロッツァーは、 ロサンゼルスタイムズ氏のつまらない批評が観客を遠ざけたと考えていた。1994年10月14日に944巻で一般公開され240万ドルを稼ぎ出し、セックスコメディのエグジットツーエデンに次ぐ週末の第9位公開5週目の歴史ドラマのクイズ賞をわずかに上回る結果となった。1994年11月下旬。 10週目で公開終了となり約1600万ドルの総工業収入であった。2500万ドルの制作費やマーケティングや映画館への配給にかかる費用も回収できず工業的に大失敗であった。本作はパルムドール賞を受賞して10月14日に公開されたパルプフィクションや42週間の劇場公開で成功を収めている。 フォレストガンプの公開期間とも被っていた。この2作はどちらも映画史に残る作品となった。一般の観客がブルース・ウィリスやアーノルド・シュワルツェネッガーを主演とするアクション映画を好む傾向にあったことも、本作が商業的成功から遠ざけられた要因とみなされている。フリーマンはあの覚えられないタイトルは何だと非難し、ロビンスもまた、あの、 シンクホンクの削減って映画は何なのとファンから尋ねられたと解雇している。公開前から市場性のないタイトルではないかと懸念されており、いくつかの代替案も提案されていた。工業成績が悪かった原因としては、観客層を広げるための女性キャラクターが不在であったこと、刑務所映画が一般的に不人気であること、 マーケティングが暗い雰囲気であったことなども挙げられている。1995年1月にアカデミー賞の複数部門でノミネートされた後、2月から3月の間に再公開がなされ、さらに1200万ドルを稼ぎ出した。本作は合計で、北米の劇場で約2830万ドル、他の市場から約3000万ドル、世界全体で5830万ドルを稼いだ。 アメリカでは1994年公開映画の工業収入成績で51位となり、R 指定映画としては21位の成績であった。期待外れの工業成績だったにもかかわらず、1995年にワーナーホームビデオはビデオレンタルにあたってリスクをよく承知した上でアメリカ全体で32万本を出荷した。本作はこの年に、 レンタルされた作品の中で上位にランクインした。肯定的なおすすめ表やリピーター、また、男女両方の視聴者に受け入れられたことが、この成功の要因だと考えられている。テッド・ターナーのターナーブロードキャスティングシステムが1993年にキャッスルロックを買収したことで、本作のケーブル放送券は、テッド・ターナー参加の TNT が獲得した。クロッツーによると、 工業成績が悪かったために TNT は本作を非常に安く放送することができたが、それでもスポンサーには高額な広告料を請求できたという。映画は1997年6月から同局で定期的に放映された。テレビ放映は記録的な数字を叩き出し、工業成績が振るわなかった本作が文化的現象になった背景には何度も放映された。 ことが不可欠であった。ダラボンは誰もこの映画のことを知らなかったのに、その年のアカデミー賞の放送では、この作品を7回も取り上げていたと、アカデミー賞のノミネートが映画の成功の転機になったと考えている。1996年、ショーシャンクの空にの権利は、親会社のタイムワーナーと、ターナーブロードキャスティングシステムの合併に伴い、ワーナーブラザースに移った。 2013年までに本作は15のベーシックケーブルネットワークで放映され、この年の放映時間は計151時間を占めてスカーフェイスに匹敵し、ミセスダウトに次ぐ記録であった。スパイク、アップ、サンダンス TV、ライフタイムチャンネルズの各チャンネルでは18歳から49歳までの成人を対象とした映画の中で上位15%に入っていた。 主に男性キャストで構成されているにもかかわらず、女性視聴者をターゲットにした、オウンネットワークでも最も視聴された映画であった。2014年のウォールストリートジャーナルは、工業収入、家庭用メディアの売上テレビライセンスからスタジオが取るマージンを計算し、本作が推定1億ドルの収益を上げているとした。当時、ワーナーブラザースホームエンターテイメントの執行、副社長兼 ゼネラルマネージャーであったジェフ・ベイカーは、ホームビデオの販売で約8000万ドルを稼いだと述べている。本作のテレビライセンスの財務状況は不明だが、2014年にワーナー・ブラザースの現役及び元幹部が述べるところによれば、本作が計15億ドルの価値を持つスタジオの過去作品群の中で最も価値の高い資産の一つだったとしている。 同年、元ンは10周年を迎えた2004年にはまだ6桁の残留金を得ており、公開から何年も経った今でも、異例とされる相当な収入を得ていたと語っている。ロジャー・ディーキンスの撮影技術は批評家からも高く評価され、この功績により全米撮影監督協会による全米撮影監督協会賞を受賞した。本作は概ね好評のうちに公開された。 一部の評論家は本作を、終身犯、カッコウの上で、暴力脱獄、第11号官房の暴動といった、過去の刑務所、ドラマ映画の名作と比較した。ジーン・シスケルは、カッコウの上で、のように、本作は、威圧的な権力者を克服するための感情を揺さぶる、ドラマであったと述べている。エンターテインメントウィークリー誌のオーウエン・グレーバーマンは、フリーマンが、 レッドというキャラクターが実在し、生活感があるように感じさせたと述べている。ニューヨークタイムズのジャネット・マスリンは、フリーマンを性的で、印象的であったと述べる一方で、映画における、レッドの役割がアンディを観察することに限られていた、ことを嘆いた。フリーマンの堂々たる演技がレッドを単なる、観察者ではなく、より強い存在しているという。また、 いかにレッドが刑務所の壁の中での生活に依存するようになったかの描写において、フリーマンの演技は特に感慨深いものであったと述べている。バラエティ氏のレナード・クラディはフリーマンが印象的な役を演じたことで、チンプになることなく、自然な優雅さや品位があったと評し、また、ワシントン・ポスト紙のデッソン・ハウは、フリーマンをコミカルで痛快な語り口の達人と評している。 クロッツァーが工業失敗の原因になったとみなしたロサンゼルスタイムズのケネストゥランの批評でさえフリーマンを称賛し楽々と演じているような巧みな演技がショーシャンクをあたかも実話であるかのように見せていると評した一方でロビンスの演技についてはグレーバーマンは饒舌な善人という現代のゲイリー・クーパーというような役だが アンディという役の説得力を観客に持たせられていないと評した。逆に、マスリンは、アンディという役は本来はもっと地味な役柄だが、ロビンスはこれに強烈な印象を残し、新米の囚人から年老いた父親のような存在へと変化していく様子を効果的に演じていると述べ、クラディは彼の素晴らしく飾らずまさにぴったりで納得のいく。 滑らかな演技がこの映画を支えていると評した。ハウは、ホレスト・ガンプが刑務所に入ったと表現して、誰もが簡単に魅了されてしまう、安っぽい救世主のようなキャラクターと言いつつ、ロビンスは物語を信じさせるのに、最適な種類の無邪気さを醸し出していると述べた。ハリウッドリポーターは、フリーマンとロビンスの両方が、それぞれのキャラクターに個性を与え、重層的で、 優れた演技であったと評し、ローリングストーン氏のピーター・トラバースは二人が紛れもなくパワフルで感動的な作品を作り上げたと評している。ガントンとブラウンについては、クラディが悪役として非常に説得力があると評したのに対し、ハウはガントンが演じる所長は人を殺しながら宗教的美徳を説くチンプなキャラクターだと反対意見を述べた。マスリンは 本作を印象的な監督デビュー作と表し、驚くほどの愛情をもって穏やかな物語が綴られたとし、またクラディは、本作の唯一の失敗は、ダラボン監督が脇役に焦点を長く当てすぎたり、複次的なストーリーを誇張しすぎた点だと指摘している。ハリウッドレポーターは監督と脚本の両方が、冴えていると表しつつも、その上映時間の長さを批判した。クラディは、 上映時間の長さとトーンは、ユーモアと予想外の出来事で緩和されているとはいえ、物語の主筋への魅力を弱めているとし、それでもストーリーは囚人たちの生来の人間性を魅力的に描いていると評している。グレーバーマンは、囚人たちを善人として描くために、彼らの罪が見過ごされていることを嫌っていた。トランも同様に過激な暴力や、レイプシーンがあると感じたことや、 囚人のほとんどが明るくて心優しい男たちに見え、刑務所での経験がバラ色の光に包まれているかのような演出に批判的であった。クラディは本作を称賛すべき心に残るエンターテインメントと要約し小さな欠点を持つダイヤモンドの原石に例えたが、ハウは複数のサブプロットが逸脱している謎を残すのではなくアンディとレッドの再会を描いて、 物語を解決させてしまったことは、迎合的だと批判した。シカゴサンタイムズ氏のロジャー・イーバートは、アンディが主人公ではなく、レッドがアンディをどう認識しているかを描いているからこそ、この物語は成立していると指摘した。ディーキンスの撮影は高く評価されており、ハリウッドレポーターは、不吉な前兆、よく寝られていると評し、トラバースは、 獄中生活の日常的な苦悩が綿密に描かれている囚人たちの肌に染みついた不満や怒りを感じ取ることができると評した。フライバーマンは苔むしたような暗さと湿潤なイメージは肉感的であり手を伸ばせば監獄の壁に触れることができるような錯覚を起こすと背景の選択を称賛した。またハリウッドレポーターはニューマンの音楽について 最高の瞬間に輝きを放つテクスチャと軽快なグレースノーツで光り輝き、この映画の主テーマをうまく象徴できていると評し、クラディは陰鬱さと不条理のバランスが取れていると評している。1995年の第67回アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞、脚色賞、撮影賞、編集賞、録音賞、 作曲賞とスティーブン・キング原作映画としては最多となる7部門にノミネートされたが受賞には至らなかった。第52回ゴールデングローブ賞ではフリーマンが主演団優勝にダラボンが脚本賞にそれぞれノミネートされた。ロビンスとフリーマンは1995年に開催された第1回全米映画俳優組合賞の主演団優勝にノミネートされた。 また、ダラボンは1994年の全米監督協会賞と全米脚本家組合賞にノミネートされた。ディーキンスは全米撮影監督協会による全米撮影監督協会賞を受賞し、プロデューサーのニキマービンは全米制作者組合の1994年の全米制作者組合賞にノミネートされた。 日本では1995年度の外国語映画賞として高い評価を受けた。第19回日本アカデミー賞の外国語映画賞、キネマジュンポ法ベスト10の外国映画作品賞と、読者選出外国映画監督賞、および読者選出外国映画ベスト10第1位、毎日映画コンクールの外国映画ベスト1賞、放置映画賞の外国作品賞を受賞した。 2011年に落雷で割れた後のショーシャンクの木、映画での役割から希望の象徴となった。その後、ダラボンは、キング原作のグリーンマイルとミストを監督して映画化した。2016年のインタビューでキングは、ショーシャンクの空には、スタンドバイミーと並んで、自作映画化で最も好きな映画だと述べている。アンディが、レッドに、地ワタを案内するメモを残した歌詞の木は、 劇中での希望の象徴という役割のままに本作の象徴的なものとして扱われている。2016年にニューヨークタイムズ紙はこの木には毎年何千人もの観光客が訪れていると報じた。2011年7月29日、落雷によって木が裂け一部が損傷した。このニュースは全米のニュース番組や新聞、ウェブサイトで報じられ、 遠くはインドでも報じられた。2016年7月22日頃に、強風で完全に倒木し、2017年4月に、伐採され、片付けられることとなった。その後は、ロックハンマーや、マグネットなどと共に、本作の記念品となった。撮影後に完全に取り壊す予定であった、刑務所跡地は、観光名所となった。映画愛好家の集まりである。 マンスフィールド少年院保存協会は、かつて少年院が運営されたり、映画撮影が行われた歴史的建造物として、この場所を維持することを引き受けた。2019年の報告書によると、この施設は年間1600万ドルの収益を上げていると推定される。ここには、多くの部屋や小道具が保存されており、中にはアンディが脱出の際に通った。 排水管のセットや2011年に破損した、ショーシャンクの木の一部などもある。周辺地域にもファンが訪れ、地元企業が刑務所の形を模した、ショーシャンクウィッチやブンド型ケーキなどを販売している。マンスフィールド、リッチランド軍観光局によれば、本作が公開されてからこの地域を訪れる、観光客は年々増加傾向にあり、 2013年には1万8000人の観光客が訪れ、300万ドル以上の地元経済効果をもたらしたという。2019年現在、デスティネーションマンスフィールドは、マンスフィールド、アシュランド、アッパーサンダースキー、セントクロイの各地域で映画に関連する場所を中心に15カ所の停留所がある、ショーシャンクトレールを運営している。このトレールは、 2018年2690万ドルの収益を上げた。2014年8月下旬に映画20周年記念として、ルネサンスシアターでの上映会や特定の撮影場所を巡るバスツアー、少年院建屋でのカクテルパーティーといった一連のイベントが開催された。このイベントには、ガントン、スコットマン、レニー・ブレイン、ジェームズ・キシッキなどの出演者たちも参加した。 同じく2019年8月には25周年が祝われた。この時には、ダラボン、ブレイン、マン、ガントン、アルフォンソ・フリーマン、ベローズ、ロールストーン、クレア・スレマー、フランク・メドラノがゲスト参加した。このイベントで、マンスフィールドに初めて再放したダラボンは、初めて映画の永続的な影響を実感できたと述べ、次のようにコメントした。何年も経ってから再放し、 人々がまだこの映画のことを話しているのは、とても素晴らしく思う。現代のレビュー集計サイトにおいては、ロッテントマト図では75件の批評家のレビューをもとに91%の支持を獲得しており、平均評価は8.24、10となっている。同サイトの批評コンセンサスでは、ショーシャンクの空に、は、繊細な演出と優れた演技力を兼ね備えた。 高揚感と非常に満足のいく刑務所ドラマであるとしている。また、メタクレッティックでは20人の批評価をもとに100点満点中80点の過重平均スコアを獲得しており、概ね好意的な評価としている。1999年に映画評論家のロジャー・イーバートは素晴らしい映画の中に本作を選んだ。また、アメリカンフィルムインスティチュートが主催する映画作品や、 それに関連する様々なトップ100にノミネートされたり選ばれており、1998年のアメリカ映画ベスト100ではノミネート、2007年の改訂版アメリカ映画ベスト100では競合作であったフォレストガンプやパルプフィクションを抑えて72位に選ばれた。これら以外に選ばれたものは以下の通り、2005年全米脚本家組合は本作における ダラボンの脚本を101の偉大な脚本リストの22位に上げ、2006年にはフィルム4が死ぬまでに見るべき50の映画において13位に上げた。2014年にはハリウッドに拠点を置くエンターテインメント業界のメンバー2120人を対象とした調査において4番目に好きな映画に選ばれた。特にこの業界の弁護士が最もこの映画を好んでいた。 2017年にはデイリーテレグラフが史上17番目に優れた刑務所映画に選出し、USA トゥデイは史上最高の映画50本のうちの一つに本作を挙げた。2019年、ゲームズリーターはエンディングが史上最高の作品の一つとして本作を挙げた。本作は他にも1990年代の最高映画に選ばれており、例えば、 ペーストとニューミュージカルエクスプレス、コンプレックス、chud.com、msn、t ィ a ペとマクシム、ローリングストーンがある。2014年11月、映画芸術科学アカデミーは、本作の公開20周年を記念して、カリフォルニア州ビバリーヒルズのサミュエル・ゴールドウィン・シアターで人よ限りの特別上映会を実施した。2015年、本作は、 アメリカに会図書館によって文化的、歴史的、芸術的に重要としてアメリカ国立フィルム登録簿に登録されることになった。これを受けてダラボンは、ショーシャンクの空にが我が国の映画遺産の一部とみなされるようになったことに、これ以上の名誉はありませんとコメントしている。バラエティ氏は、ショーシャンクという言葉を使えば、刑務所のイメージが即座に伝わると述べている。 この映画に対する多大で不朽な世間の評価は評論家たちが明確化することは難しいことが多い。フリーマンはインタビューにおいてどこに行ってもショーシャンクの空には今まで見た映画で最高だと言われると語り、またそうした賞賛は彼ら自身のうちより出てきたものだと述べている。またロビンスも神に誓って言うが世界中で、そう本当に世界中で、 どこに行ってもあの映画は私の人生を変えたと言ってくれる人たちがいると語っている。スティーブン・キングもまたインタビューにおいてあれが私にとって最高の映画ではないにしてもトップに3には入るものであって映画に関するアンケートでは上位にランクインすることを踏まえれば映画ファンたちの中ではおそらく最高の映画なんでしょう。私はこの作品でそうしたことが起こるなんて思いも しなかったと述べている。2014年のバラエティ氏の記事では、ロビンスが南アメリカの元大統領ネルソン・マンデラから、この映画が大好きだと言われたと述べている。また、ジョニー・ウィルキンソン、アグスティン・ピチョット、アルシャロン、ダンライルなどのスポーツ選手や、ヨーク公爵・プジン・セーラ・ファーガソンも、本作から影響を受けていることを明かしている。ガントンは、モロッコ、オーストラリア、南米、 ドイツ、フランス、ボラボラ島などでファンに出会ったと語っている。スティーブン・スピルバーグは本作をチューインガムのような映画で踏めば靴にくっつくと評した。ダラボンは映画公開25周年において古い世代が若い世代と映画を共有することが長く支持されることに貢献していると語っている。IMDb のユーザー投票によるトップ250では2008年に ゴッドファーザーを抜いて1位となり、1990年代後半からトップか、それに近い位置を維持し続けている。イギリスでは、エンパイアの読者が本作を1990年代のベスト2006年には史上最高の映画として選出し、2008年の史上最高の映画500と2017年の最高の映画100では共に4位にランクインしている。 2011年3月には BBC ラジオ1と BBC ラジオ1エクストラのリスナーが選ぶ史上最も好きな映画に選ばれている。エンパイア氏が行っているトップ100ランキングの常連であり、スカイ有形による2013年の投票ではアカデミー賞作品賞を受賞しなかった最も偉大な映画に選ばれ、2015年のユガ部の 投票ではイギリスで最も好きな映画にランクインした。英国映画協会がユガ部の世論調査の年齢層別の内訳を分析したところ、本作はどの層でもトップではなかったが、パルプフィクションが若年層に風と共に去りぬが年配層に好まれたのとは異なり、すべての層のトップ15に登場した唯一の作品であり、調査の対象となった全年齢層間でつながりを、 得られる可能性があると指摘されている。2017年にロンドンガトウィック空港が行ったフライト中に見たい映画のアンケートでは第4位に選ばれた。イギリスの映画評論家マーク・カーモードがアメリカの映画ファンにインタビューした際には宗教的な体験と比較された。ニュージーランドで行われた調査では2015年に最も好きな映画に選ばれた。 本作はファンたちから最も長く愛されている映画の一つとみなされている。2013年に川原正彦演出、キアス公平脚本で日本初の舞台化。東京、大阪、福岡、名古屋、松本のご都市で上演された。主催はワウワウ、産経新聞、ネビュラプロジェクト。出演2014年12月から2015年1月にかけて東京。 仙台、名古屋、広島、大阪、福岡で上演されることが決まっている。脚本は、応援オニール、デイブ・ジョーンズ、演出は、白井明。出演、ありがとうございます。